はい、よいしょ。こんにちは。またね、荷物です。うん。えー、思ったよりちっちゃいですね。うん。レオポト。ということで、だいたいね、何かお分かりの方も多いと思うんでしょうけど。はい。えー、ご覧いただけるでしょうか。ZF の L 型プレートでございます。ということで、今日はね、これについての話をしていきます。付けたりとかもね、していきますのでね。 と、こちらがですね、1月の29日に発売っていうことで、私が知ったのが28日前日です。前日18時のレオフォトのツイートですね。X、ポストっていうのかな。それで、えー、分かりました、えー。1月29日よりレオフォトより新製品が発売されますということでね、えー。各カメラ対応の L 型プレート、一脚用のカーボンハンドル、雲台用プレートが発売となりますということでね。 詳細ホームページを見てくださいっていうことですが、こちらがですね、あの、同じタイミング1月29日に、まあ、このね、ZF 用もそうなんですけど、えー、ソニーのね、α7C2、富士の X の S20、GFX の102、GFX の 102B っていうのは、ちょっと逆につくやつかな。うん。それと、えー、ZF。あとね、キャノンの R8 のね、対応の L 型プレートっていうのが出るってことで、まあ各社一斉にね、いろんなものが出たような感じになります。まあそのね、情報を受けて、オレオフォトからも出るんだと思ってね、この ZF のグリップ問題っていうのは私もね、たびたび触れていて、触れている割にはいつまで経っても買わないみたいな状況がね、続いちゃっていて、まあ純正のね、えー、ニコンのグリップはちょっと高いぞというので、まあ早々に対象から外れ、えー、スモールリグ、 っっっててていいいううののががぐらいで買えたっていうのがねちょっとありまして、えー、どうしようかなーっていうのを迷ってはいたんですが、まあ、その後ね名称工房が1万5千円ぐらいでねちょっと高級なやつを出して、まあ、それも高いからいいかなーと思ってでその後最近ちょっと候補に上がってたのがニュアーの、ね、出してるこれもやっぱりスモールリクと同じ値段ぐらいの6千円ぐらいのやつでなんかねここにね 赤い線が入ってるやつなんですよ。この辺に画像が出るかなうん。赤い線が入ってるやつで、まあ要はね、昔のあのニコンの F3 とかと、ちょっとそれをね、彷彿とさせるようなデザインのものっていうのでね、えー、それもいいのかなっていうふうには思ってたんですけど、私の ZF はね、ご覧の通り真っ黒状態から、えー、このようにね、サンセットオレンジっていうことで張り替えをしているっていうのもあって、まあ F3 ライクにはならんなっていうのでね、 真っ黒だったらそっちでもいいのかなと思ってたんですけどまあそれはどうかなっていうことでやっぱり放流になっておりましたでそこで入ってきたのが今回のレオボトの L 型プレートの話なんですけどまあ情報のキャッチが私も遅かったですね <laughs> うんまああの1月の28日にこの情報を知って割にすぐにもう買おうっていうことでね頭の中が決まって29日すぐに注文っていうのを入れてもう翌日には着っていうね ということで、あの、早い対応ありがとうございましたっていう感じではありますね。まあ、この辺つけてやっていきましょう。ということでね、まあ、こちらホームページの方を見ながら色々やっていこうかと思うんですけど、まずこちらがですね、定価としては15,125円税込みっていうことでね、出ているんですが、まあ、ヨドバシカメラでね、12,000円台。あとは、まあ、カニフィルターのところでもね、レオフォトの商品って扱ってるので、そっちで見るとね、11,000円とかでね、 売ってるんですよ、うん、なので、まあ、1万5,000円で低カットいつもねやっぱ1万円台の前半に収めてきてくれているっていうところで名称工房ほど高くないなっていうところでもしかしたらちょっと手が出るかもっていうところでねあの今回のものを選んでみたっていう次第でございますまあ早速ねつけてみましょうかねうんつ、うん、ける時にねまあスモールリグとか各社もそうだと思うんですけどここの ところにね、あのー、回転ずれ防止のピンっていうのがね、入ってますので、ね、ま、じ、あ、締めさえしっかりしていただけたらね、あのちゃんと付くようにはなってます。で、えー、他のところに多分見た感じない仕様っていうので言うとね、あの後でまたお見せしますけど、このね、ドライバー、マイナスとね、この六角が両方ついているドライバーなんですけど、これが底面にね、 マグネットで収納できるようになっているっていうことです。るくるっくるっるっるっと回してね、ぎゅーっと詰めて、こうなりますってことですね。うん、はい、ついた。お、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 はい。うん。ああ、やっぱりね、レオボトに限らない話だと思うんですけど、グリップがつくと運動の差だな。うん。で、も、ま、う、あ、やっぱりニコンの純正が、こういう、 しっかりしたね、グリップではないので、なんか側だけついてるようなイメージになりますので、それに比べるとね、やっぱはるかにしっかりグリップ感はある。うん。まあこの辺はね、スモーリーグとかニューアーとか他のものも同じだと思うんですけど、まあ、やっぱりちょっと違うねっていう感じです。グリップしっかりしていて、で、えー、電池問題ですけどね、はい、こんな感じで、あの、一番ね、懸念されているところではあるんですけど、全然余裕で開きますね。うん、全く問題ないね。 はい、はい、全然問題ないです電池のね取りについてはこれを早速ここにね同じくレオフォトの MT03 っていうねミニ三脚がありますのでこれアルカスイス太をここにね早速つけていこうとうんそりゃそうだねはい、はい、大丈夫大丈夫バッチリですね と、その前にねレンズをつけてみましょう今回24120のレンズをねつけてみることにします以前のねあの全部レンズつけたシリーズでも言っている通りやっぱりグリップなし ZF だと感覚的にレンズの重さが500を超えてきて600に差し掛かるぐらいから結構 グリップなしで保持するのがしんどくなるみたいな感じなんですよね。なので、この24から120の 4S っていうのと、あと14、24の 2.8S ぐらいのレンズから、ちょっとね、どうなるか、しんどくなるかどうかなっていう感じだったんですよ。うん。ああ、なるほどね。はい、ということで。うん。 まあ、あの、保持できるだけでね、やっぱだいぶ違いますね。うん。保持できるとだいぶ違う。まあ、とはいえね、やっぱりあの Z、Z62、Z8、Z9 とかね。まあ、あと、Z50 とかと比べてもそうですよね。ああいうふうに元からグリップがね、しっかりついているものに比べると、やっぱり弱いは弱いよね。うん。とはいえ、グリップゼロ状態の ZF で考えたらね、 ま、やっぱり、このように、レオフォト、スモールリグ、にはいろんなところがありますが、やっぱり何かしらのグリップをつけて使うっていうのが、あの、写真機としてね、ちゃんと使おうっていうことを考えると、やっぱり不可欠なのかなっていう感じはします。うん。まあ、構えた感じ、どうしてもね、これ自体のボディが薄いので、握りやすくはなっているんだけど、フロントヘビーな感じっていうのはね、残るな。 うん、とはいえ、グリップの質感とかね、この辺のオレンジにしてますけど、つけた時のね、デザインの違和感とかそういうのはないよね。もう一回つけてみましょう。あるか。よよいしょ。硬い。硬いって自分が締めまくってるだけですけどね。まあ、この辺でね、あのー、しっかり。うん。 保持するよ、ね、で、あと一つ注目点としては、このグリップだけだと思うんですよ。他の、えー、各社の L 型ブラケットっていうか、このグリップっていうのは、縦にはね、できないはずなんです。だから、このままこう、据えた状態で、三脚の方をね、こういう感じでいって、 ま、こういう感じでね、あの、つけていくことにはなるんですが、こうなるよね。っていうので、あの、ここのところの謎の出っ張りっていうのがね、出てくるようなところなんですけど、ここが、こういう感じでね、ここの、ところがあるかになっていると。本当かーっていうね。 いよいしょこういうことです。こういうことです。はい。すごいね。結構、際ど、ワな感じはするけど。うん。で、こちらが、まあ、あの、ホームページ上にも書かれている通りね、L 型の2面にアルカスイス互換プレートっていう感じでね。 あの、もちろん横側、さっきやったみたいにつきますと。で、縦の設置っていうのもこういう感じでできますっていうことですね。グリップの高さが 70mm っていうことでね、ホールド感が安定しますみたいな感じです。で、重量 125g。うん、こんな感じね。なるほどね。うん、縦はね、結構いけるね、これは。縦がつくっていうのはいいことです。 この辺に4分の1のネジ穴っていうのがね、1、2、3、4で4つ切ってあるから、まあ何かアクセサリーみたいなものを拡張で付けて使うことも可能という感じですよね。下にコールド臭があるんですけど、このコールド臭は何に使うんだろう知っている方いたら教えてください。なんだろうこの特に何かをつけているようなね、絵も描いていないんですよね。 ただまあ、あの、案の定なんですけど、レオフォトっていうことでね、作りから安定しているし、まあ、ここにね、レオフォトのロゴがある通り、この辺がつくとちょっとね、かっこつきますよね、っていう感じです。ということでですね、ZF のグリップ問題がね、自分の心の中でね、しっくりきてなかった部分っていうのがあるんですけど、今回ね、えー、着せずして、レオフォトからグリップが出たっていうことで、ピンと来たので、あの、今回ね、こちらにしました。ここのね、グリップの感じとかもまた、 あの、お見せしようかと思うんですけど、すごいね、しっかりフィットして、まあさすがこの辺は作りはいいかなっていう感じです。縦のね、配置っていうのをしょっちゅう使うわけではないと思うんですけど、まあやっぱりね、縦付けがね、こういう風にしっかり決まるようになってるとね、使用するときにいろんなことを考えられるかなっていうのがあります。まああとは、本当に地味ですけど、このね、コインドライバーっていうんですか、これがね、マグネットで、 ちゃんと底面ににくようになってるっててるのまあ基本このドライバー関係というのはね持ち歩くようにはしてるんですけど、まあ、やっぱりねサメラバッグの中に一つは入れとくもんとはいえあの何かね回し締めしたいなーって思った時にこっからねクリップっていうかここの下にあってこっからすぐに締めてここに戻すみたいなことができるとね一番いいといえばいいので、まあ、地味だけどこの辺っていうのはいいところだと思います。 よし。これでグリップ問題が解決してね、より ZF での撮影っていうのもはかどるかなっていう感じでございますよね。うん。なかなかね、この辺のアクセサリーっていうのは、どうしても実物を見る機会っていうのが本当になくて、チョイスが難しいところなんですよね。ニコンのグリップっていうものに関しては、プラザには置いてあると。とはいえ、まあ、新宿と大阪しかないんで、その辺も難しいところなんですが、プラザには置いてあると。スモールリグはね、 もしかしたらヨドバシとかに置いてあるかもしれないんですけどっていうところと、まあ、ニュアはね多分ネットでしか出てないしっていうのでレオフォトはもしかしたらこれもねヨドバシとかに置かれるのかもしれませんまあショールームにね行っても置いてあるかなぁとは思うんですけどいかんせんねこのグリップ関係ぐらいのところになってくるとどうしても実物をね触る機会がないので迷いどころかと思うんですがまあ こんな感じで皆さんにご紹介できた、できてよかったかなというふうに思います。まあ、デザイン的にはしっくり着、えー、てくれています。フィット感もね、いいです。で、あとはアルカスイスなので当然ここで三脚につく。で、あとこれの場合はね、縦にもしっかりついてくれるっていうのと、ここにね、ドライバーが、えー、きちんと入ってるので閉めるのも簡単ですよというと あとは、えー、グリップのとこですね。ここにあれだ。あの、ストラップホールがついてる。だから、えー、ここにこういうね、ハンドストラップっていうんですかね。それをつけるときに、ここにちゃんとね、ホールがついてるので、こことここで、ここにつけるストラップっていうのを運用することはね、できるという感じかな。で、えー、懸念されている電池のところの抜けっていうのはね、ここはね、しっかりバッチリ。 あの、穴はね、大きくしてくれているので、電池に関しては、手がでっかい人だとちょっと開けづらいとかっていうのがね、えー、グリップによってはあるのかもしれませんけど、手でかくても大丈夫。まあ私はちっちゃいんですけど、手でっかい人でもこんだけ開きがあればね、大丈夫だと思います。ということで、ZF グリップ。 レオフォトの紹介でした。1月29日発売っていうことなので、まあ、発売したてね、ほやほやの商品でございます。まあ、1万円前半ぐらいでね買えるので、まあ、ちょっとね、予算が出せそうな人っていうのは買ってみるといいかもしれません。はい、ありがとうございました。こういう感じでまたあの何かしらね、いいアイテムが出てきたら、そういうものの紹介っていうのもしていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。